これを組み立てていきたいと思います。もう塗装ありまして、まああと組み立てるだけなんですけれども、これがですね、実は電極ですね。ちょっと塗装塗料がついてると電池に電気がつかないんで、じゃあここのところにマスキング用のゴムをね、ゴム粘土をくっつけてあるので、これをちょっと取り除きますね。やべえな、これ取れなかったらどうしようね。この中に LED 仕込んでるんですけど、こんなになってるんですね。ちょっと引っ張って、取れないやつも奥の奥の方に仕込んで、押し込んでごまかすと、はい、この白いとこ白く見えて斜めになっちゃってるけどね、これは発光体です、光ります。はい、ではとりあえずはこれで、でヘッドランプが、あ、ちょっとね、お口が赤いんですけど、それ塗り分けてないですね、忘れてましたね。バルカのとこ黄色でしたっけ、眼鏡、そういうのやってないですね。はい、でこれで目のシールドカバーっていうのかな、できまして、で最後にこの赤のひさしを取り付けてやると。一応ねこれ光るんですけど、一回やっときますか。これ使えるかな。通電しますね。どっかで断線してるとかそんなんじゃないですね。こんな感じで、さあ、まず胴体をね製作してまいります。まずこの黄色の、胸部のダクトですね、こちらの方をくっつけます。あらららららら、これ剥がれたあ、もう仕方ないなまあ、このデカールここにもあったんですけど、今ペロッと取れましたね。やばいな。まあ、こんなこともあるのでトラブルを今ちょっとあらわにしてしまいましたね。はい、いやもう気を取り直して、これがバルカンなんですね。で、まあ、このちょっとホワイトで塗り分けをしてあります。こいつ自体はもうシルバーで塗りました。スターブライトシルバーあたりですね。はい、でこんな風になります。でバルカン砲の、機銃のですね、マズルの部分をここに出ます。こんな感じです。両肩のですね、ヒンジですね、このポリキャップパーツもあるんで、くっつけたまんまにしておきましたので、これをもう取り付けましょう。こちらも取り付けます。はい、でこのようになりますね。で背中のパーツをここで合わせてやると、ギシギシギシと。はい、まあ接着してもいいんですけれども、まあちょっと今はね接着をせずにこのまま進めます。こんな感じです。今デカールが剥がれちゃってね、同じやつがあればまた戻しておきたいと思いますが、まあ、このようになっております。はい、で電池がこう入らないんで削っておきました。はい、こうです。こちらの新規増設された設計のガンキャノン用の従来型の、はい、で、まあ、このような感じで、塗り分けも行いました。この黄色が、あ、金色なんですけど、黄色に見えちゃいますが、これが、まあ、色分けのワンポイントというところですかね。はい、方針の方はもう焼けたような感じを雰囲気をね出す。マズルの方向の部分は、まあ、すすがついたような感じで、ちょっとクロックね、してあります。ここだけちょっとグラデーションかけたっていう、そんなところですかね。と最後に組み立て終わってからですね、後で塗ります完成状態の写真の方でまた見てもらうということにしましょう。お腰の部分ですね、これは今まで塗装の時にひっくるめて塗装する時に楽なので今までつなげてあったんですけれども、組み立てる時にここで終わります。削っときますかね。でふんどしのパーツを
運動しのパーツをこれでフロントの部分出来上がりですね。で、差し込んでやると、はい、これでそれぞれが独立したフロントアーマーとなります。では、足の方ですね、ちょっと組み取ってしまいましょう。こちらが外側になります。で内側と、内側はまあデカールはあまり貼ってませんが、このような塗り分けにいたしました。はい、反対側ですね。これは股関節軸となっています。そしてフットパーツ、これが外側で、一応こちらの、ね、デカールの、貼ってるのと貼ってないので、左右に分けをしました。一応足の裏の塗り分けをこんな風に、塗り分けを適当に考えたのを塗ってあります。フットパーツを、くるぶしパーツと接続、まあまあ色の塗り分けの方式としてはオーソドックスかなとは思うんですけれども、設定の中にはない色を使ってちょっと金属の表現を入れてみたりとかですね、ここはモナカ割りになってますが、あんまり見えないし分かんないかなと思ってここは継ぎ目消しをしておりません。くるぶしの裏側ですね、まあ、見えないだろうということで、まあ、同じように金色にしておきました。では、フットパーツの接続ですね、はい、このようになります。なかなか面白いですね。ここはね、クリアじゃない、メタリックブルーですね。一応足の曲がり具合もこんな感じ、はい、このような感じで、下半身が、腰までね、の下半、腰から下の下半身が出来上がりです。腕のパーツを組み立てます。ハンドパーツはとりあえず、ビームライフルを持たせておきます。でビームライフルはこのようになっていますね。ちょっとトリガー指があります。トリガー自体からかなり離れています。まあそこら辺のツッコミは別にいいんですけれども、このようになっておりまして、一応ビームライフルのここの部分は可動式、スコープは動いてくれるわけですね、はい。まあデカールを適当にですね、それっぽいのを貼っておきました。やはりね、まあ、熱を持って発射するだろうということで、ちょっとね焼け色っぽい表現をしてあります。分かりにくいんですけれども、ここ一応クリアブルーですね、この辺りはクリアブルー&オレンジ&黄色なんです。で最終的にススの感じを出すために、クリアブラックとか、スモークでいいんですけどね、軽く吹きつけてやると、するとまあなんか使っていますよ、最近までよく使っていて熱変色してますよというふうな雰囲気が出るかなと思います。前腕部に接続して、これはですね、こっちが右で左でっていう感じです。これが外側になるようにちょっとデカールを貼っているんでこのようにいたします。ちょっと左右差をつけておきました。はい、じゃあ腕が接続されます。はい、右左と。で反対側の方は腕ではなく平手にしましょうか。平手ですね。では上半身これで OK ということです。ではヘッドをね、すっかり忘れておりました。首パーツですね、これはちょっと取り直しをしたい気分なんですけど、もうこれごめんなさい、もうこのままいきますしかもこれビームライフルの先ですねまあいった、いろいろ間違えてる首パーツ、いろいろ間違えてるね。旅行演習もヘッドクレもないんでそのままやってますから、お許しください。はい、で襟のパーツですね、これで前後の合わせということになります。これで OK です、はい。そしてこれが、首パーツ、ここの隙間がちょうどありましたんでね、この隙間に向けてこうやって入れてやると出るんですね、はい。
よし、あとでねちょっと口の部分は赤く塗りますので、とりあえずこのままで最後までいきます。組み立てます。先ほどお忘れになってしまいましたこちら、バックパックのバーニアの部分ですね。これはちょっとね、今回色をね変えた部分として工夫の一つでもありますが、こいつは青竹色という、ゼロ線の機体内部の、ね、色なんですけどね、これ忘れてたのですね、スコープのスコープよくわからんけど、ここに取り付けるものです。艶ありにして、他は艶消しっていうか半艶塗装にしてあります。ここだけ艶が残ってるんですね、はい、まあ特には気にしてないんですけれども、パーツ割り の関係上こういう風に、なります。はい、それでは、ではね、上下半身を合体させます。あ、いきます、合体、シャキーン、ガンキャノン。はい、採用する電池はこちらになります。CR1220 です。この電池が一番私が知ってる限りちっちゃくて使いやすい、はい、でここに電池ですね、電極銅板をですね上と下に貼り付けてありますので、そちらを、バネのような形にしてね、でこの中に挟み込んでやると、そんでそのまま突っ込むと、うわー、くっつける直前まで光ってるのに、くっつけた後すぐに消えちまう。これがね厳しいんですよね。はい、ちょっと電極を伸ばしてみました。よし、あとついた。でも若干隙間が空いてるんですけど、思いっきり入れると光が弱くなる、はい、今これ発光してるんですね。いやー苦労しましたが、まあ、こんな感じで一応発光モードできますよという形ですね。首回すと多分光が切れるんじゃないかなと思うんですけど、もうこれで一応出来上がり、まあ、ちょっとねここの黄色を塗ってないとか、バルカのここを塗ってないとか、黄色塗ってないとかね、あとどこだっけもうあるんで、そちらは後で。後ろ姿はこんな感じ。オスプレイミサイルランチャーの方にはちょっともう余裕がなかったんで、電池が入るところがねなかったもんで、これはできませんでした。はい、でスイッチついてないんで、これを入れるか入れないかで、まあ、差が変わります。この場合はスプレーミサイルランチャーを入れる場合は押し込んで、で、強引に接続させるという方式になります。余裕がないんですよ中にね。もっとスカスカしてるといいんですけれども、胴体のそのお腹腹部が関節化されてるんで、中もみっちり詰まってるんですよね。電池を入れるスペースがなくて、かといってこう足の先から電極を出してとかって下の方に電源持ってこないといけないんで、ちょっとね、足の裏に電池仕込もうかなとも思って、こうやって通してやろうかなとも思ったんですけれども、足の裏もここに関節がありますんで、これでもスペースがなくてですね、まあちょっと苦労の割にはっていうぐらいだと思ったんでやめました。はい、まあこんな感じでガンキャノンですね、スプレーミサイルランチャーなんですね。このシール貼るの忘れてますね。はい、でこのデカールっていう、シールだけはどうしようもないんで、もうシールを採用します。でそれがですね、このホワイトベース104号機という意味の貝専用の方ですね、のシールをこちらの使います。まあ目立たない、じゃあ目立たない、はい、104号機ということで、まあね、気分があれだったら早い時に109にしてもいいんですけど、シールなんでね剥がしてやれます。はい、まあかなり簡単に塗ることができます。これでまあ
いいんじゃないかな。まあ、面積もちっちゃいんで、艶あり消しがそんなには目立たないと思います、ね。まずホワイトを入れておいて、それから黄色を入れましょう。腕邪魔だな。ちょっともう今更外すようないですね。容量悪いですね。ごめんなさいね。バルカのセンターのグレーなんですね。グレーにしておきます。塗ったところ触りそうなんで。黄色だか黄色だか分かんないです。あまりにも点すぎてですね。ああはみ出た。しかし大丈夫、これはエナメルですから。溶剤を含ませた状態の筆を持っていって拭き取れば OK。もなかなか悪くないですね。スプレーミサイルランチャー、これは従来型のバックパック、ちょっとボンベのような感じがして、ね、これも悪くないです。ここどうしてもちょっと荒れちゃうんですけれどもね、こんな平らなパーツにど真ん中に割り線が入るんで言い訳しますけど、you